はい、ポール文教です。すべての学問というものはやはりつながっているものです。ですから文系、理系というふうに分かれるというのは非常に良くないことなわけですね。学問だけではなくですね、仕事というものも起こり、起こっている事象というものもすべてつながっているわけです。有機的に複雑に連関をし、時々刻々変化をしていきます。 非常に複雑ですよ複雑なつながりがあってで根拠があって有機的に、えー、つながっていてそれが日々刻々変化をするわけですもちろん変わらない有機,的に変化を、えー、有機的なつながりを持って変化をしないものもありますけども非常にそれを読み解いていく、えー、理解していくというのは非常に、えー、難しいですから当然それに対応する、えー、側我々もですね、えー、知的鍛錬非常に有機的なつながりを読み解ける そしてそれが変しそ,いいそ,うういいそれを日々努力をしている結果一、えー、対一対応といいますかその場その場という対応の知性ではなく全てが有機的に連関をして何がどう関わっていて今じゃあ何をしたらいいのかということそして将来の見通しが立つという発想ができるわけです。